皆さんお越しやす。今回も始まりましたワイワイテレビ、和をもって和をつなぐ。この番組は日本の和のええところを日本全国そして世界中の皆さん知ってもらい、興味を持ってもらい、笑顔の和がつながればなという思いでお届けしております。私京都の京ちゃん、相葉京子です。よろしくお願いいたします。さて今回は和のイベントワクワク訪問記の、ね、第16弾となりまして、なんと着物と音楽のコラボのね、ワラフィートというね、イベントを取材させていただきました。実はですね、今年の2月頃にご紹介させていただきました、覚えていらっしゃいますでしょうか、染めと彫刻ポップアップ展ということでね、5人の作家さんたちが登場されたイベントをねご紹介させていただいた中 でそこで登場されたね、河野正幸さんというか、カチン染めとかいろんな染め方をね開発されている、はい、ヌーベルバーグの代表の方でいらっしゃるんですけども、と河野さんから連絡がありまして、実は6月6日にその着物と音楽のイベントをするので来ないということでご連絡いただきまして、京ちゃん行ってまいりまして、カメラ回していいですか、インタビューしていいですかということで取材をさせていただきました。このワラフィートというのはフランス語でお祭り、和のお祭りということでね、企画されまして、コロナで自粛してねこう賃貸しているミュージシャンとそのものづくりをなさっている方たちがコラボをしてイベントをして盛り上げよう、でしかも、それがもう今大変なライブハウスさんでねやりましょうということでこう企画なさいました。大正レトロダイニングのモダンタイムスで開催された模様を皆様にご覧いただきたいと思います。それでは CM よりどうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だよ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバなんか令和元年に京都工芸ヌーベルバーグ展に令和元年ジャポニズムというようなテーマで、やろうかということになりまして、でその時に、ジャポニズムって何でしょうかというふうにこういろいろ勉強 しましたら、ヨーロッパの方に日本文化が入っていって、日本文化のこう素晴らしさをヨーロッパ そのアーティストたちが取り入れて、で自分なりに消化して、それをこう自分たちの芸術にしていったという歴史がジャポニズムというらしいですね。でその中でも19世紀のジャポニズムの最も有名なアーティストがミシャっていうポスターとかを描いてた人で、非常にその女性の顔だったりとか背景とかが美しくて、独特な色合いを作って、作品を作っていかはった方なんですけど、でそのミュシャの着物とかミュシャの着物じゃない、ミュシャのそういう版画だとかそういう作品なんかが日本のその後少女漫画のですね、背景とかに大きく影響されたんじゃないかというふうに書いてありました。なのでもう本当に後追いの勉強やったんですけど、あそういう人がいたんだなと思って、画集なんかを買って、そしてこの草稿を作りました。でこの着物がまさかこういう運命になるとはその時は思わなかったんですけど、本当になんかこういう着物の使い方がもうあるということでね、非常に今日やって、よかったなっていうふうに思います。秋田ありがとうございました。
ってあのフルートを吹いていただけるっていうことで楽しみにしてきたんですけども、あの一応こういう格好してますけどダイビングするんですね、あのダイビングしたら本当に私はここの世界で一人みたいな感じになるんですけど、こういう魚たちがね寄ってきてくれるんですよ。であの全部見た魚です、ね、グレートバリアリーフで見たナポレオンとかね、あの下の方にはあの人でも見ました。でここにねジンベエ君もいるんですよ、はい、ジンベエさん触りました、はい、沖縄で触れるところがあって触ってきたんですけど、ね、なんかふかふかっとして気持ちよかったです食べられんかった、はい、あの胸はねあの尾っぽでやられましたけど、はい、それもちゃんとあの友達がビデオに撮ってくれたので全部私がやられているところが映ってます、はい、そんな話じゃないですね今日はあの見ていただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。見においでって言ってくれたので、それを見に行ってスケッチして、であのいろいろ試行錯誤しながら糸目友禅とろうけつ染めで染めてみました。で今回も綺麗に着付けていただいています。さっきの河野先生も奥さんに着せていただいて、こんな派手なお海もこんなにこうっていう結び方ならしいんですけど、こんな風に帯も結んでいただいてすごく嬉しいです。でさっきもあの仮馬ですけれどもちゃんと着せていただいて本当に嬉しいなって思います。ありがとうございます。ちょっと緊張してきたんです。初めて聞く名前、聞く初めて見る楽器ということになるかと思いますが、今私こちらに背中にピアノを置いておりますけれども、このピアノのご先祖ですよと思い浮かべながらまずこの曲を聴いていただきたいと思います。これはピアノの原型なんだなという感じがしましたね。であのずっと聴いてて壮大ななんかね夜空みたいなものをすごくこうイメージして音を聴いた時にしたん で僕の持っている着物からこの宇宙をテーマにした着物ということで、 この、まあ、これはあの宇宙の超新星爆発というのをテーマにしたモチーフにした着物なんですけど、まあ、それをがちょっと合うかなと思ってこれを着てもらったんですけども、まあ、音色とあの壮大 なんか宇宙みたいな感じを見てたんでこの曲でございました。今日は本当にね変わった楽器ねあの季節ね聴かせてもらって本当にありがとうございました。おまー
今日はちょっと本当に皿を数えるだけで、あれなんですけど、私は普段この昔話ですとか、この古典怪談を通して、この表面上のストーリーに浮かぶものだけではなくて、その裏側の思いを伝えたいなと思ってやっております。なので、お菊さんが一枚一枚、折檻されながら、お前もう一回数えてみようって言われて、数えてるあの感じを想像しながら一枚一枚数えさせていただいてます。第1回終了ということなんですけども、はい、そもそもこのイベントをね、開催しようと思われたきっかけは何なんでしょう。はい、今ちょうどコロナ禍で、もう2年に近くなるような感じのコロナ禍で、我々染色業界 の人間もあとミュージシャンの方々もそれを経営しているライブハウスの方々も今大変な状況だから、そういうことでもう引っ込んでても仕方ないので、なんかこうそれが融合して何かできないかなっていうことで、そしてミュージシャンであり染色である今井さんが相談を持ち込んで、そしたら、とりあえず最初はなんかみんなに着物を着てもらって、そして演奏してもらうとかそういうことをしてもらったのかなっていう話をして、でそこからこう発表して、それならもうほら染色作家の作品をそのまま着てもらったりとか、ね、そういうのが面白いんじゃないかっていうので、それでこのライブハウスのオーナーと、そうです、いやそれは面白いし一回やってみましょうと。でとりあえずもう自粛期間がね5月いっぱいことなんで、6月のこの時期に結局伸びてしまったんですけども、もうやろうかなというのでさせてもらったんですけどね。やっぱりそのどういうのかな、ミュージシャンの方もそういう場所もなくなっていくし、で私たちもそういう売っていく場所もなくなっていくので、そういうことでそういう、コロナ禍が終わった後どうするかということも考えて、ね、またみんなで楽しめるイベントをやろうじゃないかなということで、とりあえず考えるのをやろうやないかということで、もう今回やらせてもらったんですけど、でも今日皆さんのね笑顔を見て、やってよかったなっていうのがすごく思って、そしてミュージシャンの方もね、すごくいい演奏で、いろんなダンスとかそんなもあったし、なんか多種多様でしたね。すごい多種多様で、普通単なる、演奏だけじゃなくて、いろんな多種多様なのが集まって、で私たちのグループ、戦勝家のグループもいろんな技法を持った人間が集まって多種多様でやっているので、そういういろんな業種、多種多様のものが融合して新しいものを作っていこうかなっていう感じで、これからも2回3回とね、そういうことをやっていけたらなと思っております。はい、ショールにもなるような感じ。テレビも前回ご出演いただきました鈴木由美子さんです。よろしくお願いします。さっきはね、月下美人の素敵なお着物を召しになってたんですけど、もう脱いじゃった。ちょっとね、暑かったのと腰が腰がこれも絞りでかっこいいですよ、ね、これ浴衣の生地で、いつもアレンジでね、かっこよく、ポケットはジーパンの、ポケットジーパンで、すごいですね、こう現代の感じで。今回どんな作品展示されてるんですか。今回はショールにもできるような形でぼかしで、いろいろグラデーションで楽しんでみたのが多いんですけど、あと範囲にもぼかしと、ぼかしがちょっと夏の花のナデシコとか、でこれ実はユミコって見えるんです。実はそうなの、ローマ字ユミコになっちゃう。私見にくいかも。これも最近ユミコなの
そういうのはいいと思う。すごいですね。だからちょっと竹林みたいな感じで、うん、結構ネーム入れ、うん、これが YUMIKO なんですよ。優しいね、色合いの作品を展示されていました。その他皆さんどんなものをお作りになったんですか？私はもう小物で、はい、今回はあのコサージュを出してますけど、あのステージで皆さんが、はい、頭に、はい、つけてくださったコサージュなんだ、はい、すごい可愛らしい。普段はコサージュなんですけど、はい、今回は特別に舞台用に髪飾りを作ってみたんです、はい、素敵。私はちょっと着物はあまり作ってなくて、普段は織なんですけども、タペストリーとか、はい、あの室内装飾とかをメインにやっていて、はい、ちょっと和装ではないんですけど、うん、はい、でもあのヌーベルマークの、はい、会員さんとさせてもらってるので、はい、はい、ありがとうございます。すごい、あの舞台が華やかになっていらっしゃいます。ありがとうございます。はい、はい、先生はなんかあの着物すごかったですね。先生そうですか、ありがとうございます。ダイビングされるんですよ。なんかカメラ回しながら嘘って思って聞いてたんですけども、すごい華やかな。あの上前の方にジンベエザメ持ってくるとみんなに嫌がられるかなと思って、ちょっと隠しましたけど。はい、はでもちょっと見える、ね、うん、チラッと見えたと、チラッとね、チラッと見せるのがまたね、これが粋でいいですよね。チラッとっていうとお友達の必ず上前を見せてみて、見せるみたいなね、見てみて。はい、いかがでしたか今回このようなイベントにご参加なさいまして。いや本当にね、どうなるか、うん、と思ったんですよ、うん、ギリギリまでなんかあのやれるかどうかっていう感じでしたけど、うん、まずやってみようということで、うん、やったらまあまあできたもんですね、うん、はい、気づけも楽しそうにね、助けてもらって着物と演奏を楽しんでいらっしゃったので、うん、ね、大成功でした ね、 ね、はい、歌を張る順番と着付けなあかん順番とかね、もうよう上手いことだよ。もう裏では大成功、そう、すごいことになってたんですよ。大騒ぎでした。はい、この展示もどうなることやといつも思うんですけど、展示もしなくちゃいけないし着物も展示して、で、あの前半展示してたものを演者さんに着ていただかなくちゃいけないっていう、そうですよね、そういうところから着ておけば楽したなと思うんですけど、やっぱ見せたいですもんね、これを着てますよって感じで、うん、あの着てもらってっていう、はい、イベントだったので、はいはい、でもこういうことはめったにないですよ ね、 ね、あの展示会場では数あるだけ、うん、これは着たらどうなるのっていうのは、うん、皆さんにこう聞かれるんですけど、うん、自分でもわからないところがあって、うん、自分としてはこういうイメージで作ってるんですよとかしないとか伝えられないですよね。今日みたいにこう着ていただくと、あ、なんか感じがいいなっていうので、ね、やっぱり着るものですもんね、着物はね。すごい、それがエヴァをちゃんとなんか伝ってたように着付けていただいたのがやっぱりびっくりしました。すごいですよね、うん、さすが、仕立ててないのにね、本当に初めての経験で、はい、そうですか、そうなんですよ、そうなんですか、はい、あ、教えてもらいに行って、そうなんや、でもこんな着物は着付けたことがないと言われて、こうした方がいいんじゃないとかっていうアドバイスをいただいて、あ、じゃあお釈迦さんたちにとっては初めての経験だったわけですね、はい、そうですね、それをすぐに来てもらって、うん、展示してたものをすぐ来てもらって、はい、しかも演奏する、踊る、そう、踊る、すごかったですね、ね、はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。はい、さあ、そして後ろで構えていらっしゃいますね。ポップアップ展にもね、彫刻で参加して、あ、ありがとうございます。今日は全然違う、あの今日は何、今日は特別にイヤーカフとバングル、イヤーカフを知らなかったんですけど、うん、
自分で作ってつけてみて、あ、落ちにくいっていうのが初めて知りました。それまですぐ落ちちゃうんじゃないかなと。毎回毎回新しいことにチャレンジされていますね。はい、そうなんです。いや、もうこの前の帯留めとかのかんざしもすごい大好評でしたよ。ありがとうございます。オンエアさせていただいて、はい、どんどん和の世界に入っていってくださいね。もう染まってきました、ね、染まってきました。やっぱり奥が深いですね、うん、なんでまだまだ学ぶことがいっぱいあるので、はいはい、これからも新しい作品を作っていきます。はい、ありがとうございます。そしてお疲れ様です。和の先生に帰ってきました。もう 大活躍の大活躍のバイバイです、はい、今日は、はい、これマスクしといた方がいい。マスク、まあ、でもいいですよ。もう皆さん今離れていらっしゃるので、はい、大丈夫です。今日は演奏にもう大活躍で、はい、はい、もうそのままのことを言ってたんですけど、やっぱりこう、まあ、そういう染色作家、京都の染色作家が着物を作る、うん、そんなもん恐ろしくて近寄れないっていうような風潮を、うん、少しでも距離を縮めたいなっていう、そういうことがあって、まあ僕らもぐらーっと降りていきたいし、でそれとともに皆さんのその何て言うか感覚というか、そういうイメージを少し上げていただいて、そんなに遠くないよっていうような、そうそうそう、そういうことで別に何かしら、はい、その生活の中の潤いに貢献できたら、うん、こんな嬉しいことはない、うん、それは僕の場合は染色であったり音楽であったりもするんですけど、はい、それをこうちょっと融合させるようなものをさせていただいているということです、うん、楽しかった。皆さんも楽しそうに、いやもう本当飾ってた着物がああやってすぐに着られてステージに、そうですね、でしかもまあすごい演奏が素晴らしかったので、素晴らしかったですね、うん、それをこう配信として残していただいたんで、まあ、こういうことやったぞっていうのが残ると思います、はいはい、またちょっと YouTube でね、その配信とちょっと連携を取らせていただいて、はい、ぜひ、はい、ご紹介させていただきたいと思いますので、ありがとうございます。ますますご活躍。今日のこれも素敵ですよね、今召しになっているの。これはロウケツ染めなんです。ロウケツ染めなんですか、はい、へー、本来これ着物を作ろうと思ってそれがそう、そこまでちょっと袖が伸びなかったとここで終わったと。まあでも立派なステージ衣装になっていらっしゃったので、まあこういう気楽さも必要かなっていう、ね、なんかお洋服との組み合わせがこうやってできるんだよっていう、うん、はい、そういうちょっと提案の意味でもあるので、うん、はい、はい、こういうものが欲しい人は、はい、ぜひ行ってください。ここまで、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、というので、この先生皆さんから一言ずついただきました、はい、改めて振り返って、はい、今日一日を振り返っていかがでしたか。いや本当にやってよかった、それが一番の感想です、うん、はい、うん、でまた猪狩さんとやっていきたいと思いますし、うん、こんだけ素晴らしいことができたら、うん、絶対次もやりたいなと思っています、うん、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで、ホームページはスタジオセブンカラーズで検索、スタジオセブンカラーズ。お外が気になります。りんちゃん、りんちゃん、いい子だ。みーちゃん、みーじ、みーじ、みーちゃん、目の気美人して、みーじ。皆さん、おかえりやす。
今回のね、はなりタイムも黒猫ジジが登場しました。まあ、ちょっとツンデレなジジちゃんの様子またね、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。さて今回はね、和のイベントワクワク訪問記の第16弾ということでね、ワラフェイトということでモダンタイムズで行われました。まあこの和の職人さんたちと着物職人さんたちとミュージシャンのねコラボということで素晴らしいライブ第1回目ということで、もう本当に皆さんね手探りでなさってたんですけども、前半に展示していた着物を後半のミュージシャンの人たちが実際にステージでね着た状態でこう演奏とか歌を歌われるっていう、本当にすごかったです。こうエヴァ仕立てで本当のお仕立てができてない状態をこ うまく工夫なさりながら召しになってたというのがね、本当にお話聞いてて感動しましたし、もう本当にねこう皆さんでコロナで大変だけども一緒に乗り越えていこうねとこう励まし合ってコラボをなさっているご様子。前半はねギター教室のね、あの岩井さんのギター教室の生徒さんたちが出られたということなんですけども、後半京ちゃん取材させていただきまして、全部はご紹介できましたので、 できなかったので YouTube でご覧いただきますようよろしくお願いいたします。ね、ご出演の皆さんご協力いただきましてありがとうございました。 YouTube でご覧になってくださいね。では次回のワイワイテレビでお会いできることを楽しみにしております。お越しやす。